井上咲楽は日本のタレント。本名、井上咲楽。栃木県芳賀郡益子町出身。栃木県立茂木高等学校卒業。ホリプロ所属。現在は東京都在住。2015年第40回ホリプロタレントスカウトキャラ版かわい,いでソフトバンク賞を受賞しデビュー。9月23日に行われた決戦大会では一人漫才や ミスタービーンのモノマネを披露した。10月24日、Twitter、Instagram を始める。芸名を決めるにあたっては、ソフトバンク社のツイッターやネクストスターの LINE アットにて、芸名投票が行われ、本人が候補に挙げた、ブリンブリン先楽など5つの名前から、エンジョイがあると、井上先楽の2つに絞られ、最終的に井上先楽に決定した。この様子は、 決め方 TV の密着取材を受け、11月2日に放送された。2017年10月から2019年3月まで、おはスタの日替わりアシスタントおは、ガールを務める。2018年、大学受験をするも、不合格に終わったことを告白した。2020年4月から、再び、おはスタに出演。2021年、警視庁、総裁課長で、女優デビュー。 ありがとうございます。